本日もお疲れ様でした。放送後のフリートーク ZIP プラス3ということで、おっと、あれ数字が違いますけど、どうしました？思わずなんか出ちゃったな。それは何を意味する数字なんですか？お、35歳？あ、ということは？あっさん、エンドで言ってくれたじゃないですか。失礼しちゃった、ごめんなさい。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、自分からすみません。11日っていいね。なんか覚えやすいね。そうなんですよ。結構元日以上に覚えやすいって言ってくださる方結構多いんですけど、ただ、起きてからもう5、6時間経ちますけれども、家族以外からはお祝いメッセージが来ておりません。はい、もうね、大人になればなるほどそうなるよね。やっぱそうですか？わかる。いや、確かになんか年々、去年もちょうど誕生日直後のプラス3で、いやわずか3通ですって言ってた気がするんですよ。今年はもうついに起きた起床時にはゼロですからね。いいね。来年が楽しみだもんね。もはや家族からも来なくなる可能性が。そっから送るっていうね、前日。明日誕生日ですみたいな。誕生日ってそういうもんだからね。そうですか。まあでもね、この組み合わせは実は初めてで。あ、確かに。うん。はい。視聴者さん的にはね、こう、どっちが先輩なのかもよく分かってないんじゃないかなと思ったりして。いや、もうそれはもう一目瞭然にね、マス君。おい、初めて言われたわ。入社16年目で初めて言われたよ、シェッカー。いや、もう、本当に。まあ、でもね、2年違いで近いんだよね、我々ね。そうですね。しかも我々の間は、男性アナウンサーがいないんで、もう男性としてはもう、マスさんと、まあもう日本テレビ離れましたけど、青木さんが私直上なんで。本当ね。そう。なんでちょっと上から感じになったんですか？いや、なんかもう初めてできた子分みたいな存在だったからさ、いや、もっと言うことを聞くかと思ったけど、なんか全然言うこと聞かねえなと思って。なんてことを。でも全部教えてもらいましたよ。いや、わかる。だからね、他のアナウンサーよりも、吉明が一番ね、なんかね、なんだかんだでちゃんと礼儀しっかりしてるのよ。その、なんだかんだって何ですか？ほら、徳島とかさ、みんなこうなんか、いじりに来るけど、吉明が直筆だから、多分一番なんだろう、こう、いい意味で緊張感あるんだろうなと思って、割とね、いざという時に礼儀の方を大事にするってイメージが俺はある、吉明には。本当ですか？まあ、確かに本当いわゆる直上の先輩なので、この人を失ったら終わりだったんで、我々は。直上の先輩ってね、はい、そんな佐藤君の人となりについてちょっと今回は選んでください。はい、じゃあ2つしかないけど、どっちだろう。マサも選んでください。表現が難しい。じゃあ、いやー、難しいな、これ。見てるじゃん。そう、青春の一曲。青春の一曲。工藤君がいつもほら曲を紹介してくれて、篠原アナウンサーは音楽大好きだから、こうね、よく反応してるんだけど、はい、吉明の音楽に対する話を聞いたことないんだよね。僕ね、初めて買った CD は、おお、スピードさんのホワイトラブ。なんで笑うんだ？死んだらね。これね。ど真ん中だね、それは。だから、マスさんと僕は、年齢的には4つ違う。違うんですよね。うん、ちょうど小学校6年生ぐらいの時に、もう大ファンで。スピードさんのファンだったんだ、当時。そうです。で、ファンクラブに入って。ファンクラブ入ったの？はい、入りました。で、小学校の同級生、超意外なんだけど、男4人で、東京ドームに。のライブ行ったんですよ。むちゃくちゃ覚えてます。ごめん、ちょっと本当に申し訳ないんだけど、なんとなく吉明ってこうほらスタイリッシュなイメージがあるからさ、なんか初めて買った CD はビリー・ジョエルですみたいな感じで言いそうなイメージなのよ。そんな小学生誰ですか、ビリー・ジョエル。すごい親近感だよ今。本当ですか？どうなんだ。ホワイトラブ、ジャケットがこうやって皆さん白い衣装で、はい、夜空を飛んでるやつですよね。で、ドーム行って、じゃあみんなでもキャーキャー言ってたんだ。ドーム行って、で、ホワイトラブの時って、白い手袋しないといけないんですよ。あ、そうなの？なんか、こう、ローカルルールみたいな感じで。お客さんがみんな。敵の皆さんが白い手袋してると、こう、白い手袋が暗闇の中で、こう、なんか、なんつうの、いい感じで動くみたいな。もう我々、軍手つけて。あってんの、それ。そう、4人それぞれ、いわゆるスピードも4人なので、推しメンバーがいて。おお、吉崎君は。私はちょうど年齢が一つ上で一番近かったんで、島袋寛子さんが好きで。ちょっと、はい、意外な共通点だったね。
マジっすか、まさか。じゃね、いやファンクラブとか入ってないけど、僕島袋さん推しだったのよずっと。ですよね。俺高校の卒業アルバムあるじゃない、はいはい、でうちの高校自由だったから何やっても OK だったのね島袋さんのブロマイド持ってこうやって写ってガチじゃないですか結構、ね、二度とこうテレビで出せない感じのね、こう痛い感じのこうこうやってそれぐらい大好きだったの島袋さんが。いやいいんですよ、 なんて言うんだろうな、またこうね、あの4人魅力があるんですけど、うん、なんかちょっとやっぱ一番近いお姉さん的な感じがあって。あるね。あとほらソロでさ、ヒロ名義でもすごくまたいい曲もあったしさ。確かに。あと多分ホワイトラブの中で、あの白いため息をっていうフレーズの前にはぁって言うんですよ、ため息を。あれ確かにヒロコさんヒロコさんになっちゃったもん最終的には。もうなんかちょっとあれね、そういう J-POP とかアイドル系な感じは初めて見たからびっくりした。いやいや、最近はやっぱりだから年齢ってあんまりちょっと正直申し訳ないですけど疎くなっちゃいましたけど、うん、それがなんか、まあ、確かに青春といえば結構一番最初に好きになったのはそうです、ね、なんかそれね、もっとねプッシュしてた方がいいと思うよ。なんかえ、ちょっと、ま、マスターは何ですか青春の初めて。あ、だからそれで言うとグレイさんだな。あー、グレイさんだな。しかしながらですね、グレイさんのずっと二人でっていう曲があってたな。ずっと二人でって、え、知らん。え、あ、ちょっとこれね、あのレビューっていうアルバムを買ってもらうしかないな。最初に出たベストアルバム、青いジャケットの。え、初期の頃ですか。け、まあ初期っちゃ初期だね、確かにね、うん。で、どんな思い出なんですか。結婚の曲なのよ。へー、結婚式で歌いたくなる曲で、はいはいはい、こんなすごくね熱いいい曲だから、グレイさんらしい。へえ、ぜひこれ吉明がね、この結ばれる時には本当歌ってあげたい気持ちだよ。マサは結婚の時にやっぱり歌ったってことでいいですか。それはマジですね、あの結婚の時はですね、妻の意向に完全に従いまして、純ジャパな純和風な、とてもこう曲を歌うとかそういう雰囲気じゃなくですね、尺八の音が聞こえそうな感じのふわーみたいな感じのそんな感じでございましたんで、叶いませんでしたから。ずっと二人ではなかなか歌えずに、歌えなかったんで、ちょっとね、これは吉明の時にはちょっと見られたかもしれない。僕はもうホワイトラブですからルル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 ルって入ってきますからいいね、ちょうどね、あの今朝岩本ノアがね結婚発表もしたし、本当によかったね。そうです。これ多分絶対本人見てないと思うけど、なんか岩本後輩に対してお祝いのメッセージある？いや、もう本当にね、触れたい限りなんですけれども、先越すんじゃねえよっていうことで。そうですね。朝、だって私、銀メダリストなんですよ、今。え、どういうことですか？話する男性陣で言いますと、お、まだ結婚していない男子ということで、私が第2位。第2位。お、はや第1位がじゃいらっしゃるんですね。あの人です。上重聡先輩です。出ました。週1、はい。そうなんです、ね。なので、上重さんが行くまでは、私も、ここで磨きたいと思います。そんな上下関係ないわ。まあでもね、いい誕生日にしてほしいと思いますんで、ぜひともまたあの来年のオリンピックに向けても、そうですね。のスポーツの看板として、どうぞよろしくお願いいたします。これからもついていきます。では、以上。はい、ジッププラス3でした。え、ありがとうございます。やった35。予定がねー